さかなクン。広島女学院大学人間生活学部管理学科2年の西目さくら子です。読谷高校出身です。広島女学院大学は私の取りたい資格が取れて、また先生方との距離が近くて、分かんないこととかあったら聞けるので、そこにすごく魅力を感じました。高3の6月とか7月ぐらいです。友達が結構県外に出る子が多くて、県外に出たいなってちょっと思い始めてたので、調べてみるといい大学見つけたんで決めました。両親はすごい県外に出ることに賛成してくれていて、でも金銭面的には奨学金借りることを条件で出してくれました。小6か中1ぐらいに広島に平和学習に来たことがあって、その時に広島のイメージがすごくよくて、また来たいと思ってたので大学進学先に選びました。大学って言ったらすごい怖い手が、一人で生きていかないといけないイメージなんですけど、先生方との距離が近くて、ちょっと高校に似てるようなチューターの先生とかがいるので、いろいろ助けてくれます。広島の友達がいっぱいできたのはそうですし、お花見とか紅葉を見に行ったり、他の県にも行きやすくて、そこは沖縄では得られないいいとこかなと思います。一人暮らししてるので、食事作りや家事とかは全部一人でやらないといけないので、そこはちょっと大変です。管理栄養士の国家試験に向けての勉強と、家庭科の教師免許を取るために授業頑張ってます。家庭科の免許は取れるのはもともと知ってたんですけど、大学入って将来のこと考えていくと、自分が家庭科の先生合ってるんじゃないかなと思って、取りたいなと思って、今はそれを目指して頑張ってます。管理栄養士は献立を立てたり、さまざまな方をサポートするのがメインですけど、家庭科の教師だと生徒たちと関わって食について教えれるので、とてもいいと思いました。どうですか、モデル業。恥ずかしいです。恥ずかしい、はい、慣れてきたんじゃん。でも慣れてないお父さんお母さん、いつも気にかけてくれてありがとう。すごい広島の生活は楽しくて充実してます。取りたい資格もいっぱいあるので頑張ります。これからも元気で長生きしてくださいかえちゃん、寂しいと思うけど頑張って勉強して、かえも県外に出れたらいいね。頑張ってね沖縄にいたら正直安心するし、困ることもあんまりないかなと思うけど、県外に出てみると新しいことをいっぱいできるので、すごい自分の価値観が広がるし、友達も増えるし、私は出て正解だったなと思ってます。人生長いから大学くらいは県外に出るっていう経験もいいんじゃないかなと思います。頑張ってください。広島女学院大学は先生方との距離が近くって、高校の延長線みたいな感じで学べて、みんなで切磋琢磨して資格も取れるので、すごいおすすめです。ぜひ来てください。メイソーレー。